夜中ラジオ。こんにちは、夜中の西原です。今日は街歩きというよりは、座って夜中を語る会の様子をお届けします。まずは夜中の芸術を支えてきた、街中で支えてきたキーパーソンたちの語る会、どんなお話が出てくるでしょうか。それでは始まります。メンバーについてはキャプション等をご覧ください。じゃあ始めますか。今日は私が司会かどうかわかんないんだけど、ご天の30周年おめでとうございます。おめでとうございます。天中天もかれこれ20年ぐらいこんな感じで変わらぬ状態に驚かれることがあるぐらいなんですけど、まあ、壊れながらも直し続ける形でやってきたんですが、この30年の間に芸妓天が始まり、アートリンクが始まり、それを見て育ってきた他勝手さんたちが、コーチングを作り、いろんな方もあれば、その前に、谷中学校の部屋を作って、その中から月光店っていうのが、1993年生まれてきたっていう経緯があるんですけども、別に今また、中村雅人さんたちが、神田とか、春の内とかも含めて、東京ビエンナーレとか、東京北東部っていう、北東部っていう、まあ、そのエリアで、起こってるいろんなアート活動をつなげようっていう動きも、今2階に谷中界隈にベースを置く、まだまだアフリカ活動団体とか、町内会とか、消防団とか、地域に関わる団体のパネルをすらす並べてるんですけども、そうしたたくさんのグループの活動をつなぐ、形でいろんな団体が生まれてきて、活動して、今は休んでるとか団体もありますけど、やっぱ芸妓店はずっとつながってきてるから、いろんな人をつないできてるといますし、でも30年も経つと、最初何だったんだっけとか、あの人はいつで来ましたんだっけとか、だんだん記憶も薄れていったり、あと最初の頃の事情がわからない、で、参加してる人も昔のことを知りたいっていう方もいらっしゃると思うので、これを機会に、芸妓天のことを振り返りつつ、芸妓天と一緒に、同時代にね、歩んできた人たちの声を聞きながら、記録を作り、で、また次につなげていけたらな、ありがとうございます。思っています。という。で、それで、なんか、そう言いながらも、多分すごい大々的な準備とかはできなかったんですけど、まずはね、こうやってお話聞く機会とか作って、たくさんの人を呼ぶとそれはそれでまた、準備が必要になってくるから、打ち合わせのようなトークイベントのような、気にかけなく喋れるクローズドなトークの会っていうことで今日、よろしくお願いします。はい、ぐるっと簡単にしてるかもしれないけど自己紹介します。はい、私10秒ぐらいずつ、何々の担当さんです。はい、シーハラです。谷中学校手島さんたちと一緒に政府で9年、平成元年始めました。89年、で、それの中で1993年に、町の人たちともっと一緒につながっていく活動がなんかできないかなっていうことで始まったんです。芸妓店です。ということで、その芸妓店が始まった時のこととか、その途中から、もうちょっとこの芸妓店をなんか発展させられないかということで、村山さんに入っていただいて、広がっていったと思うこととかを、私は体験しているんですけども、井村山さん、そういうことを伝えていきたいなと思っています。はい、今、2001年から台東歴史都市研究会という法人を作って、建物の建
この電柱手とか解剖取ってたりしたりとか、古い建物を借りに行けて直して再生する活動をしています。まあ、街づくりと、まあ、こういうアートイベントで街をつなぐ活動をしています。あ、はい。村山節子と申します。おかかはこんな感じですか。あ、そうですね。私も本当に、物好きに、芸工展実行委員から、今芸工展事務局メンバーの方で、実行委員っていうのは実際解散しました。それはまたいろんな諸事情とかもあって、それはまた説明すると長いので、で、みんなで、賛同人になって、つまり実行委員メンバーと参加者が一緒になって、一緒のプラットフォームで、芸工展っていうのを見立てていきましょう、みたいな。で、やっぱり、私が、そうですね、賛同したのは、賛同してこうやって物好きにやっていけたのは、本当に緩やかさだったと思うのですね。で、新原さんと手島さんとも一緒に実行委員メンバーとしてやった時代が数年ありまして、その後、新原さんたちは、やっぱり私よりも一世代若い方たちで、それぞれ世の中に出るための、いろんな、忙しくなってしまって、で私は、まあ、文京区向こうが丘に住まいがあるんですが、そこで、のことで、もともと、ちょっと芸工展というのは関心があったんですけども、手島さんの、からスカウトされたというか、さすがにスカウト。スカウトなんて、なんか、ちょっと、どういう意味ですか、ね、端くれ美術家というか、造形教室を子供たちの造形教室をずっとやってたもんですから、そんなこともあったり、自分の作品もアップしてたりして、そんなこともあって、実行委員やってみようかな。で、全くのこれは、手弁当の活動なので、好きな人は好きな時間に、好きなことじゃなくて自分がやれる持ち味を出せればいいかなというような実行委員会だったと思いますね。でそうやって、なんかそこの中で割と私は年長者だったので、若い方たちというか、その世代を超えて、一応みんななんか仲間として、なんか面白くやってきて、今に至るかなと思います。でその間、アートリンクさんともいろいろ交流したり、で、アートリンクさんとはまたちょっとこう、質が違うというか、成り立ちが違うし、芸工展のやっぱり一番骨というか、きちっと大事にしたいのは、まちづくりの催し物であるということかなと思うし、あとは、まあそうですね、まち自由が、展覧会場というのが、もう様々な展覧会があるということでは、五感、人間の五感、まあ、第六感あたりも使った形でいろんな味わいができるというのが特徴かなと思ってます。ごめんなさい。ちょっと長くなってしまいましたので。大丈夫です。さらっといく感じで。はい。はい、泊まりこういつと申します。はじめまして。よろしくお願いします。僕はですね、実は、2008年の時に、芸工展初めて出会いまして、2009年のからですね、割とこう、しっかり、なんですかね、ここで、この2009年の時にすごいしっかり街を巡って、その後なぜか、実行委員の、お疲れ様会に参加して、その後引っ越して、13年ぐらい待っていただき、今はちょっと杉並区に引っ越してしまったんですけど、その間、実行委員の、仲間の一人として、はい、関わらせていただきました。よろしくお願いします。はい。じゃあ、短め手島直人と申します。新原さんなんかと、携帯の大学院の時に、まあ、谷中の町、谷中の町と関わるような形で、まあ、トヨタ財団の助成を受けて、親しまれる環境調査っていうのをやったのが、一つきっかけで、それ以来、まあ、谷中に、新原さんもそうですけど、僕も谷中に住んでしまって、ずっと今に至るっていうところです。まあ、それで、卒業と、修了と同時に、1989年に谷中学校というのを作って、それでやっていたんですけど、まあ、芸工展については、1993年に始まって、まあ、最初は、スペースオブライさんっていうところで、やるという形で、翌年から街に飛び出す芸工展ということで、谷中芸工展ということになったという経緯ですね。それで、まあ、
まあ、そういう話出してもらうんですね。僕自体は、まあ、建築が、まあ、専門、専攻だったので、まあ、建築との関係、谷中の住まいっていうような形で関わってきていることはずっとあったりとか、あとは、まあ、まあ、ある、まあ、自分がやれたこととしては、まあ、マンションの問題とかに関わってやったこととかっていうことが、あるかなと思いますけれども、まあ、2014年ぐらいからちょっと足が遠のいてしまって、ちょっと関われなくなってるっていうか、まあ、そこら辺の、まあ、経緯がまたちょっと複雑なぐらいですけれども、はい、以上です。はい、そんな感じ。今も谷中に住んでます。怖いよね。ね。怖いね。じゃあ、石川美代子と申します。私は2008年に、一覧邸で修了制作展をやったのをきっかけに、台東歴史都市研究会に少しずつお世話になるようになり、関わって、早もう20年弱になりましたね。で、現在、その、西原さんが関わるようになった、東京ビエンナーレに一緒に関わるようになりまして、来年度2回目になるビエンナーレの、まあ、事務職に近い立場で、今回関わるようになっております。よろしくお願いいたします。お願いします。上手。誰だろうという感じなんですけど、写真家をしております、黒田夏樹と申します。来年にも、東京ビエンナーレに参加をさせていただくという形で、今日は、街のことを知れる良い機会だと、お互い、聞かせていただきたいと思いました。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。西原です。私は、西原さんと同級生で、卒業してからですかね。谷中に引っ越してきて、うん、それで、私自身は谷中に8、9年くらい住んでました。で、ちょっとその後、世田谷に、子育ての関係とかで、世田谷に住んだりとか、あと、どこだっけ、そのアメリカに20年くらい行っていたので、なんかすごく久しぶりにやっぱり帰ってきて、谷中の風景を見て、でも、なんですかね、なんかもちろんすごい変わってるんですけれども、本質的なところはなんか変わってないなという思いがあって、で、まあ、今回 の, その東京ビエンナーレの機会に、やっぱり、なんか夜中をなんか捉える、なんかそういうパートとの関わりで、街との関わりで捉えるのに、なんかここが一番やってみたい場所だなと思って、まあ、今回のプロジェクトを立ち上げています。お話をお聞きすると思いますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。金田翔、金翔と申します。はい。これ、いろんなことなかったんですけど。2014年ぐらいから、谷中の勝手のお世話になりつつ、熱中症管理などをしている人です。よろしくお願いします。富塚恵美で、チョリって呼ばれています。2008年の時に東京美術大学の鎌倉水族研究室に入ってその時から、谷中をフィールドワークというのになって、最初はドリンク上の谷中にお世話になって、で、その時から千原さんに皆さんにお世話になっているって感じで、2010年から谷中の勝手法人化して、谷中が海外に、なんか点々と事務所を持ちながら、今は、電柱店の、創設だったり、だったりとかしながら、勤めていた会社の早期退職をしまして、で、
ちょっと上野の森美術館に防護堤を見に行ったところ、アートリンクのボランティア募集するチラシを見つけて、なんかそれをふと手に取ったら、すぐ間近に説明会があって、それに行ったところ、なんか、人力いりませんかって、大スカウトされちゃったんで、それができなかったらしいです。あちこちでスカウトがされて。私何もできませんよって言ったんですけど、いや、大丈夫だよとか、そこまで来ませんよ。大丈夫、大丈夫って、嘘ばっかり使って。それからですね、2003年から分かるようになって、やっぱりすごい楽しかったんですよね。なんか、まずよく一つのプロジェクトをみんなでこう作り上げていくっていうのがすごく楽しかったんで、それ以来なんかちょっとハマってしまったというか、ずっと、事務局を今日までやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一通り終わったところですが、すでにいろんな時間が流れていろんな時間が流れていて、もうほんと感無量なんですけど、思わず、まあ、昔のこと振り返るとどんどん深くなるんですけど、今30年目を迎えたお二人に、うん、最近のことと昔のことと、どちらでもいいんですけど、結婚展についてこう、なんか今語りたいこととか、聞きたいこととか、みんなのリアクションを聞きたいこととかあれば、教えてみたら。ありすぎて、多すぎて、みんなが質問したらいい。でも、どうぞ。そんなことしたら、始めたくない。なんか、聞いたんですけど、今。やめようかって思ったこと。質問から言うことあ、うん、それは、なんか実行委員会っていうのは、あ、実行委員会のシステムって最初、あ、いろいろそれも変わったんですけど、うん、最初はね、それこそ椎原さんがやってる時代、と、うん、か、あの、冊子も最初のあの、河原さんが作ったりしたっていうのは、こっちから逆にこう、取材みたいな形で、あなたのお店の、とか、あなたの技、とか、あなたの表現を、とにかく、紹介させてほしいみたいなスタンスで、うん、それが最初の原稿して、始まりだったと思うんですが、うん、でその時から私は関わってるんですけども、うん、逆にこう、お店もありしたり、作家さんもありしたり、という人、うん、人なり、その人のこう、なんだろう、なりわいを、こう、うん、あの、こう、周知させて、とか、みんなに知り広めさせて、みたいなお願いしながら、なんか回った記憶、そういうのあるんですけど、うん、そこからだんだんと今度は、なんかある意味こう、もてはやされて、うん、ぜひ参加したいという時代というか、その流れに来て、向こうから来るよ。それで、実行委員も、なんか、あの、まあ、出入り自由じゃないですか、ちょっとやってみたいという方が見えて、うん、そういう人たちのこう膨らみもあって、うん、ものすごい数で200件の参加という時代もあったわけですよ。うんうん、で、そのあたりの時は予算も立てて、決算もして、会計監査もして、で、皆さんから参加費っていう形でいただいて、なんか、一つの事業体だったんですが、全くでもボランティアだったという、ちょっとその辛さはすごくあるんです。あの、結局、好きな時に好きなことだけでは済まない、責任を、やっぱりね、運営費をいただいてるみたいなことは責任もあったから、で、それをじゃあ誰がやるってなると、結構やっぱりそこで、うん、きちっと責任を取らなきゃいけない人が必要になってくるし、無責任ができないということでの辛さ、それを続けていく辛さっていうのがあったから、うん、なんか、うん、そこでは、でもね、私の中では個人的に、やっぱり面白がれる場だったから、うん、そっちの方が勝ちました。うん、勝ったというか、うん、そっちの方が私の方が優先だったから、うん、なんか面白がれる、いろんな表現がある。うん、面白がれる場だ、私は。うん、というところでは、それの支えになって、なんか続けてきてるっていうのはあります。うんうん、だから、辛さと、面白がるのと、優先できたのは面白がるだった。そこは個人的には続けられた。理由かな。あとは、本当になんか、ある意味結果、私は30年まるまるやってませんけど、26年ぐらいかしらね。4、5回ぐらいから参加してる。そうすると、私は決して人は嫌いじゃないので、うん、人が好きな方だと思うんですね。うん、
うん、そこでの、なんか、無形の自分なりの財産、うん、あの、こう、人間関係も含めて、無形の財産っていうか、それはすごく、あの、得ることができたというか、うん、それは、はい、今となっては、そういうこともあります。うんうん、はい。で、それはやっぱり緩やかさとボランティア活動だったということが大きいのかな、うん、っていう気はしてますけど、うん、どうでしょう。はい、ちょうどこの、あの、結構、芸工展とか、バブルとかって呼んでるんですけど、うん、僕も。その頃っていうのが、あの、第20回前後。うん、で、僕が、あの、関わり出したのって、その、2009年とか、うん、この辺、第17回とか、うん、ちょうど盛り上がってきているところで、街、うん、中が展覧会場っていうキャッチコピーなので、街、うん、のお店全部に声かけなきゃと思って、うん、僕もなんか、どんどん街に出歩いたりして、いたんですけど、うん、やっていくうちに、やっぱり全然、そういうわけでは、あの、うん、手作りとか、仕事とか、表現っていうものも、あの、別で、あの、まあ、分かっていたんですけど、うん、でも、やっぱりその、こう、運営の負担感と、うん、でもう、ある程度20周年の時に、うん、結構、その、街の様子も変わってきたし、うん、まあ、現行って一回、ここで終わらせてもいいんじゃないかって議論もしましたよね。うん、で、そこで、一回終わろうとした時に、やっぱり周りで関わってる人たちから、続けたいっていう意思があったっていう。うんうん、あとやっぱり僕はもう一回この昔からあのずっと蓄積されてたあの資料をいろいろ読んで、うん、あの本当に皆さんの言葉に触れたんですよね。うん、あの本当にあのやっぱり資料がたくさん残っていて、うん、マップをはじめ、うん、いろんなこう企画の打ち合わせの資料とか、うん、1998年の頃の、うん、もうコンセプトマップとか、うんね、まさに千原さんとか皆さんがずっと関わって作ってきた。うんうんまあ、こういうものに触れたときに、うん、やっぱこれはもう一回、こういう、この時にはいなかったけれども、うん、もう一回この平行点を続けたいっていうふうに思って、うん、ちょっといろいろ歪んだり、なんかいろんな参加の形がこう混ざりすぎて、うん、あのちょっと平行点の本来の形から離れてしまってはいた時もあったんですけど、うん、もう一回最新というですね、再び新しいっていう、うん、最新の平行点っていう言葉を作って、うん、で20周年からもう一回歩き始めたっていうところがありました。本当に10回続けた。一人ではですね、うん、もちろん、うん。やっぱり仲間がいたとか、感動者がいたとか、うん、まあ、あと、うん、街の、うん、そうですね、うん、地域、場、うん、でしかね、うん、場、場があったっていう。うんこの辺は、あの、スタッフ、シーハラさんとか、うん、当時のメンバーの話で、最初の。98年。そう、この98年の。その頃が、うん、呼びかけてた頃から、自主参加の形に切り替えた時。そう、あの、最初の頃は、その、まあ、谷中学校を作って、うん、手島さんたちと、で大学院の時に街でいろいろ調べさせてもらったものを、谷中に学んだことを街に返そうというのが、うん、私たちの師匠の前野勝先生の、うん、あの、まあ、教えだったので、うんまあ、みんなで調べた、こういう街並みのパネルとか、こういう、あの、谷中にあった住まいの提案とか、パネル展示とかね、うん、年に1回とか2回とかやって、座談会を開いて、その谷中学校って会合を開いてたんですよ。で、それに熱心に来てくださる町の方もいらっしゃったんですけど、でも、こう、町に、ま、家を建て替えようって思う人は、一緒に一度か二度だし、町並みこういうのがいいわねって、よく調べたわねって言ってくださるけど、じゃあ住んでる人が隣の家であなたの家こうしなさいよとまではみんな、隣近所の、自分家はまあともかくとして、隣近所の家にこう、注文をつけたりとか、そういうことはあまりしない。奥ゆかしい人たちが割と多かったんで、うん、なんかこう、街に学んだことを街に見せるとこまではできたのに、返すってとこまではなかなかいけないもんだなと思ってたんですよね。で、その中でスペースお村屋さんが、あの、まあ、自分のお家を残して、残すには活用しないと残せないとって、あの、江戸時代に持って蔵を持っている人だったんですけど、で、後ろをアパートというか、マンションにして、そこに後で西原さんも住むことになりますが、
そう。その時は前の町屋と蔵を残して、後ろに馬籍を建てるためのアパートを、マンションを作られて、でも残した前の町屋も維持管理するためには活用しなきゃ。活用するには何がいいか。家主さんは、カーボイとかいろいろ見に行って、まあ、ギャラリーとして残そうと、お母様が絵を描いてくれた。ね、それで、スペースオブラヤっていう、元の土屋さんの名前を付けたギャラリーを、1993年かな、見始められる。で、始めるときに1ヶ月ぐらい、皆さんなんか展示したいものがあれば、この部屋使っていいですよ、みたいなお話があったんですよね。で、そのときに谷中学校にそのお話があって、谷中学校のメンバーの中で前田さん兄弟、やっぱ版画とか、写真を撮ってる方がいて、この町にはいろんなものづくりをやってる人がいるから、その人たちが一点ずつ自分の作品を持ち寄れば、その家族とか友達が来て、みんなでワイワイやって、飲みにも行けるし、みたいな、建て替えの話だとね、なかなか人のことは言えないけど、作品だったら交流の機会になるから、そういうのをやりたいって思って来られたんで、じゃあギャラリーだし、それやってみようって言って、スペースを裏屋に、夜中で物を作ってる人ってみんなで声かけ合って、私はこの画家のなんとかさんを知ってるとか、それこそお豆腐屋さんは竹細工が得意だとか、まあ、プロ、当然こう、日本美術品とか日展とかに出してるようなプロの方もいれば、普段はこう、街でお店やってる方だけど、あれ、作ってるあの人のあれはすごいみたいなのをみんなで持ち寄って、70人ぐらいが作品出したのかな。うん、そう。で、その人も、その家族も見に来て、なかなか人気があって、なんか最初は2週間ぐらい、まだ1ヶ月ぐらい経ってたんだけどね。期間延長。そう、だんだん増えて、作品もだんだん途中から増えてみたいな。そう。アングルパンダントってやってたけど、あんな感じでみんな一人行ってんじゃないけど、守ってきて、あと、その伝統工芸の作家さんとかはね、お願いして、借りに行ったりして、あったんですよ。でも、まあ、そういうすごく楽しかったんだけど、でもよく皆さんが物を作ってるっていうのは、手焼きのせんべいとか和菓子とか、あれもすごい噂だけど、だからギャラリーに飾れるってもんでもないよね、っていうので、街中展覧会って形で、その人が作ってるところを見せてもらって、で、なんなら買ってもらうのがいいんじゃないかって言って、よくないね、街中展覧。その時、手島さんとかね、ぐるっと街いっぱい回ってもらって、お願いして回って始まったんですよね。どうでしたその時って。だから、振り合う。ちなみに、前田さんは切り絵。切り絵、あ、切り絵だった。ごめんなさい。切り絵でした。失礼。訂正します。版画じゃない、切り絵です。版画の人もいました。西田さん。まあ、この頃のね、マップ見てもらえば、まあ、44件で、竹籠屋さんが最後に文句言われたんですよね。あ、そうなの？最後にっていうのが。あ、最後は最初回って、1から回ってくるだろうから、44まで来ねえって、ああ、そうだったな。ありまして。なんか、順番とね、順番大事よね。まあ、ただこれ見てもらえばわかるけど、まあ、まあ、今ほどね、芸能展に参加してもらえるような種類のお店もなかったし、昔は。だから、まあ、そういう意味では、まあ、なんていうか、昔からやってる、人たちで、だから、どっちかというと、やっぱり頼んで、お願いしてっていう形でやってたというところですよね。うん、で、始まったというところですね。だから、伝統工芸のものであったりとか。うん、で、だから、この時、だから、谷中学校の場所で、逆に町に住んでる伝統工芸の人の職人さんなんかのものを借りてきて、そこで展示をして、みたいな仕組みがあるということじゃないですか。そう。だから、あとは、前田さんの写真で、昔の写真があるので、それを現地に貼ってきて、見てもらう。町の変化をそこで知ってもらうっていう、そういう企画。谷中根尺。そう、谷中根尺っていう写真とか。だからやっぱり当初、この頃やってたのはやっぱり、まあ、町に、まあ、お世話になってって関わってきたのに対して、我々の考え方をこう提示していくような形のやり方で入ってた感じじゃないですかね。その頃はまだ谷中がものづくりの街だとか、伝統工芸がすごいとか、うん、まあ知る人は知ってるけど、そうでない人は知らなかったし、うん、住んでる人もは自分からそんなことをわわ言うような人たちでもなかったし、奥ゆかしくやってたのね、うんうん。まあ、ギャラリーがだから最初3つかな、うん、
ね、そこはね、そのぐらいよね。ギャラリーの木地さんは千駄木の前からあったけど、ギャラリーの木地さんね、フランスの現代美術館。でもちょっと千駄木で、アートフォーラムの谷中さんと、あと、ギャラリー近藤さん。パーサーはその、もうちょっとあった。そう、ちょっとパーサーね。うん、その3つぐらいだったよね。うん。で、そこでいろいろね、キャネセウィークとかね、学生時代からやらせてもらってて、でもその頃は、住んでる人が、なんか、割と芸大とかが昔からあって、若い人にも、発表の場を持ってもらおうじゃないかとか、心意気でやってたようなギャラリーだったのね、商業ギャラリーっていうよりはね。うん、で、私たちもその街並みの提案とか、谷中らしい建て替えとか建物保存とかそういう話も、スカイザバスハウスの保存のご相談とかね、新築のご相談とか、まあまああって、それは専門の建築のメンバーが対応してくださったんですけど、まず街の人が自分で自分の街がいいんだと、この街がいいんだっていうのをもっと、いや、この街すごいですっていうのを自分でも、そう、まあ思ってるかもしれないけど、もっとお互いに言い合える、認め合えるようになれたらいいなと思って、で、それには私たちも、本当に、谷中で路地調査をさせてもらって、そこでいろいろお話ししていただいて、現代物の梅酒もらったりとか、なんか、こう現場に行って、そこの人と話して、初めて、冬良さとかに触れたから、一回それを、あれが良かったですってパネルにして見せるだけだと、やっぱりそこに人気たちが変わらないから、やっぱり現場に行っていて、おせんべい屋さん手で焼いてるせんべいのその匂い嗅いでそれがいいですって言って買ってもらうとか、その細工をトントンしてるのを見てから、卵焼き器を手に取ってみるとか、直接交流してもらって、まあ、買い物もしてもらうみたいな。そうすれば町の人も自分ごととして自分の町の良さをね、開けるっていうか、そうだって、自負っていうかね、できるかなと思って、そういう傾向点になって、ね、そういうふうに始まりましたっていうところです。だからまあお願いして、やらせてもらう、紹介させてもらうモードだったので、地図に載せるが、昔で、世界の地図に載せるぐらいはいいわよぐらいのいろんな期待がありました。何年ですか？これ95年。比較的最近だよね。比較的最近だよね。どういう意味？そうだよね。そうでもない。そうでもない。80年代ちょっとさすがにないかなと。90年代で近いよね。もう悠久の時間に来てるから。20年以上あと、小丸君も言ってた、さっきのこう、ちょっと、なんか、月間になっちゃうのっていつからになるのかな。2週間ってやってたじゃない。それが月間になるっていうのが、いつからになるのかなと思いながら、今これ見ながら、多分ちょっと期待のタイミングがないのかなって思ったり。まだ5年。5年ぐらいです。まだ宣言したのは、そうです。もう月間にしましょう。その時に現実行委員会がなくなる。そう、ちょうどなくなった。なくしたというか。実行委員会があったとか、実行委員会の拠点みたいのがあって、谷中学のところとか、そうですね。ガモンさんのところも使いね。ガモンさんが、ね、ご事情で、もう、芸行店のこと。まだちょっと、別件、2005年。5年。あ、5年前ってのは2005年、今22年だから。2017年。7年ぐらいですね。ごめんなさい。私は本当に記録取ってないので。それまでは2週間やってたのか、月間。にしたんです。10月はね、もう月間みたいに宣言したので。2週間やってたから、今、そこらしいからさ。そのほら、それまでは3回土日のある2週間ちょっとみたいな感じね。一番最初は、両側に土日のある、あ、一番最初は1ヶ月のギャラリーで、2回目ぐらいからは、1週間ぐらいですね。11から18。そうそうそう。だから2回、土日、土日挟んで。やっぱり実行委員会があって、場所を借りて、そこに日々毎日人が詰めてっていうのを、
やると2週間が限度だったよね。で、あの、あそこに、法輪社というガモンさんのところが、谷中学校の発祥の地というか、事務局だったけど、あそこを借りてたんですけど、接待だけど、芸術展示だけは展示、それで展示会場にもなって、で、インフォメーションセンターになってたんですけど、そこもちょっと無理になっちゃって、でもあのちょっとずれちゃいますけど、あの割と芸術展も含めてこうもてはやされたじゃないけど、それってね、やっぱり私はちょっと私の個人的な見解かもしれないんですけど、屋根線香の、あの、やっぱり活動っていうのは大きいと思うんですね。で、屋根線香さんが、その、街の様子を、こう、冊子に表して、ああやって発行して、あの動きっていうのは、結構マスメディアにもちょっと、いろいろとこう話題にされつつ、で、屋根線という言葉も、本当は屋根線香さんが作られてるっていうね。だから、その活動に、なんかまあ、多少、芸工展も便乗した形で来てるところもあるんじゃないかと思うんです。でも、なんかベースとか、あそこの活動、執筆活動というかな、編集の発行活動、そういうのがすごく大きいような気もするんです。なんか、いわゆるミニコミ、ブロで先焼きミニコミね、なんかモデルみたいになって、うん、だから、あの、単なる芸工展だけの活動というよりは、複合的に、はい、関心を寄せたというか、寄せられたというか、そうですね。それは大きいかなってすごく思って。で、参加する人たちも、最初の谷中学校で始めた町づくり展覧会芸工展は、西日暮里はちょっと入ってるけど、谷中がメインだったかな。そうです。だから谷中芸工展だったんです、最初は。それを谷中を外して芸工展にした。まあ私たちが行ってお願いできる範囲ぐらいでやったんですよね、最初は。そうですね。あとは、やっぱり、あの、行政区分が違っちゃうと、いろいろ手続きがめんどくさいってこともあって、大国だけ絞ろうって話になった気は。あ、そうか。区が違うんだね。そう、なんか、こう、台東区から公園を取るとかね。そういうことをやるのに、同じことを文京区役所まで行く、シビックセンターまで行くのが億劫だったんですよ。でもね、行きました。いやね、だからでもそれが広がってからね、みんな手分けして行ってたんだよね。あ、そうですね。まあ、屋根線っていうのもあるんだけど、まあ、これができてきて、まあ、谷中区もそうですけど、やっぱり、台東区長の内山区長がね、やっぱり、理解があったっていうのを、そうなんですね。気はしますね。ガモンさんとかもそれで残ったんだし、あの、最初に、やっぱり、内山、それ、だから、あの、1989年とか、それよりか前の、だから、コミュニティセンターが、谷中コミュニティセンターができること自体が、なんか、議会からは直接民主主義をやるのか、区長は吊るし上げを食ったっていう話があるぐらい、割とこう、民主化していこうというかね、街の声を聞いていこうっていうことの一つの、あの、台東区古いところだから、まあ、あの、谷中が唯一それのパイロット事業的になるんじゃないかっていうこともあったらしくて、谷中に対してそういう見方をしてくれたので、だからその代わりもあっていろいろ、活動がしやすかった。だから、谷中学校の最初の、こう、寄り合い座談会っていう時なんかも、ね、学生が開いてなんかやってる。まあ、野池さんとかね、もちろんそういうサポートしてくれたからだけど、区長が自ら吉田屋に来てくれて、あの、パネルラーになったっていうのもあるからね。そうだね。やっぱり、ことは明るいしね。台東区って文化振興課って前からあったんですか？どうでしょう。文化振興課って名前じゃなかったような気がする。でも、その芸術文化財団っていうのを作ったのは、その、朝倉彫塑館を台東区に移管し、吉田屋酒店をあそこに移築し、総額堂を上野公園に移築し、で、そうしたものを管理運営する団体として、近藤さんっていう人も、あの人で文化、それこそ芸術文化振興家みたいなもののもとを作った課長さんがいて、その
台東区の外郭団体としての財団を、芸術文化財団を作ったんですね。あの頃が台東区結構、文化行政、頑張ってましたけどね。はい。だから、内山区長の影響って大きかったかなっていうのは思いますよね。内山区長何人くらい？だからまあ内山区長なんかも来てくれてる、うん、こう団体だっていうんで、うん、やっぱり認知されたとこもありますよね。多分そういう町の人が、ね、結構やっぱり谷中古い町だから、うん、やっぱり、ね。ここら辺が、ね、なんだっていうのがあって、で、まあ、谷中学校ボルマンとかボルツってちょっとお便りみたいのを出したんですけど、うん、その第1回の谷中学校通信みたいなボルマンの最初の区長の言葉みたいなのも歩いちゃって、ね、区長の写真載せて、内山区長の言葉とか載せましたよね。で、まあ、私たちもいろんな区長さんとか、野池さんとか、そういうことに理解のあった町会長さんとか、応援されて始まって、なんで、なんか町の人に応援してもらってやってるってつもりで、なんか、学生の時から、その延長でしばらくやってたんですけど、10年ぐらいやってたら、僕なんか、まあ、子供がね、谷中小とかに入っても、なんか、知り合いの幅が広がった頃に、あなたたちも昔はいろいろ言われて大変だったわよねって言われて、いろいろ言われてたんだみたいな。10年ぐらいもやっちゃってから来ちゃったんで、そう。だからやっぱりもう、古い町だからね。うん。なんか、あそこから来たやつが何だとか言って、まあ若いのが仕事をしないで昼間何やってるのとか、まあね、いろんなこと言われてたし。結構言われてます。そうだね。仕事してなかった。してたんだけどね、してないのね。仕事してから夜戻ってきて、終電で帰ってきて、宮中学校の事務所でいろいろ打ち合わせしたり、この地図作ったりしてるから、で、明け方の5時ぐらいまで、ケンケンガクガクとやって、帰って家で一瞬寝てから、今度8時台にまた電車乗って、会社行って、で、若いからできたみたいな感じで、夜になって電気がするから、なんか夜中学校って言われて、ね。夜中学校昼間はしない。ちょうちんっていうかね、そういう遺産の口のやつをぶら下げるから、うん、飲み屋かって入ってくるっていう覚えがある。開けやすいんだよね、そう。開けやすい作りみたいなみんなで研究してたから、やっぱ引き戸でしょみたいなね。わざわざね、引き戸じゃなかった。最初、ナモさんが住宅として使ってたから、一番最初は引き戸だったと思うけど、私たちが拝見したときは、あそこ、T 字路になってるから、車がバックすると家にぶつかるっていうんで、ブロック塀があったんですよ、前は。で、ブロック塀があって、吐き出しの玄関と、それから板の間の、ピアノの先生とかやってたから、板の間の座敷の、まあ、窓っていう感じで、住宅って感じのファサードになってて、それを、まあ、嫌な格好で借りて、街の呼び合いところにすると、それには、こう、みんなが、ガラガラって入ってこれるような気軽な感じにしたいので、4枚軌道の町屋の作りを再現しよう。でも全くのお店になるわけじゃないから、どんな扉がいいのかなって言って、いろいろ谷中中の扉見てもらって、で、なんか、多分あれはお寺のマイラドを参考にして、マイラドは木なんだけど、ガラスのマイラドみたいな感じ。なんか、そんな経緯でできました。あれは下の丸いの形式、うん、あれはだから月の水かけになってる。だんだんちょっとね、その、ブリキが取れたり、ね。あれだから、マダムさん、加藤マダムさんで、手島さんの友達の、かぐや作家さん。加藤さん、先生も。かぐやさんにね、建てが作った。加藤さんとかそこを借りる時も、うん、なかなか任意団体じゃ借りれないから、有限会社を作って、うん、それが最初、任意アソシエーツっていう有限会社。うん。で、しゃ、ね、ちょっとね、社長が。そういう経緯。
そう。だから、ミンアソシエイツって会社を作って、郵便会社を作って、その頃は自分の大学に勤めてたし、うん、私も横浜の都市デザイン事務所に勤めてて、あの、フルタイムでは夜中にいられないから、ミンさんとデザイナーのしのぶちゃんとか、うん、昼間はデザインとキュレーションの事務所として使ってもらってますね、うん、ミンアソシエイツ。で、夜は夜中学校になってた。みんな帰ってくる感じです、ね。楽しそう。わらわらって帰ってきた。順番に帰ってくる。大事で。で、だから、ミンさんたちはその頃、90年代にだんだんアートが街に出ていく活動を、うん、みんな、ミンさんが葉っぱかけたりを、背中押したり、押し付けしたりしながら、なって、で、なんか、あの、ちょうど白石さんが1993年に司会とバスハウスを開いたのは、それを、このきっかけもミーさん作ってたんだけど、で、そこから、探してた時でね、うん、じゃあその辺の話をミーさんにしてもらって。そうですか。いやいや、なんか、あ、でもそれも、なんか、なんていうかな、あと結構、東京を考えると、なんか、すごく今考えると納得がいくんですけど、あの、その前に東京美術館っていうのがあって、それが青山のすごい一等地にあったんですよ。で、私たちまだ学生で、学生でもないぐらい。それで、なんか、もうとても憧れていて、で、こう、それまで美術手帳とかでしか見たことなかったアーティストを、ガンガン白石さんが呼んできてくれたんですよ、ね、そこに。で、シェイプジムに見たりとかして、なんか、すごいな、どうやったらこういうふうにできるようになるのかなとか思っていたら、なんか、90年くらいかな、投稿が潰れてしまい、うん、で、あの、白石さんは、なんか、青山のちっちゃな事務所に引っ越して、うん、で、そこに、あの、小山富夫さんっていう、私たちの同級生が、うん、同級生が入ったんですけど、一個上だけど、留年して、なんか、うん、そういう中いたんです。で、小山さんが、もう他のところを経て、白石さんのところに来ていて、で、結構、あの、村上さんとかが遊びに行くようになって、だけど、やっぱり、その、こう、青山で、こう、もう、アートをやるっていうのが、なんかちょっとバブルの終わりが見えてきていて、うん、なんかいろいろ難しい、多分、時期にも差し掛かってるんですよね。それで、なんかちょうどね、あの、銭湯が開くから、こう、どうしたらいいかな、みたいな話を、こう、谷中学校周りから聞いて、それで、なんか、白石さんに興味ありますかって言ったら、なんか、飲みに行くみたいな感じで、シェイさんの、なんだろう、ベンツかなんかわかんない。あの昔 の, あの自動車電話がついている。携帯のない時代。自動車電話が。で、すごい行ってくれて、結構、で、あの、仕事病室のお話が始まって、なんか、ただこう、その頃に、この夜中に、目をつけたというか、こう映るって決めた白石さんもすごいなと思ったし、本当に青山とか、まあ、青山と銀座かみたいな感じの時期だった、うん。そうだよね。あの時銀座でしょっていうのは相当、うん、相当だよね。でも白石さん自身が、あの、お父さんが下屋の大工さんだった。ちょっとあれ、縁が、ね、あって、やっぱり、ものづくりの人たちがアートのベースにあるっていうのはあったし、上野がこと江戸明治ずっと通して、あの、日本のアートの中心だったっていうのをよく知ってるから、で、海外を見てる、海外も、その、やっぱり蓄積がある中、現代美術って特にその、美術の文脈の中で、それに対してどうだっていう学問じゃないけど、その社会に対する提案みたいな技術だから、うん、アートの蓄積がないところに私はこの色が好きとかこの形が好きっていう表現じゃ全く話にならないので、うん、日本がアート後進国ではなくてこれだけもう2000年の歴史があってここには400年の歴史がある中でみんな作家が育ってるんですっていうのを言うのは上野がいい上野の谷中は誰だなっていうのは白井さんが最初おっしゃってた、ね、海外に日本の現代アートを知らすときに、その、現代アートを後から追っかけてる国というよりは、もともとの文脈がある中で、日本ならではの現代アートが生まれてますっていうのを見せよう
っていう感じだったし、まあ、海外から来た人に日本のそういうど真ん中でショーができますよっていうのを見せる。だから、あの、海外からいろんなアーティストを呼んでいたから、試合さんも、こう、やっぱりアーティストを見て、青山とかはそんなに興味示さないんですよね。銀座行っても、なんか、ビル・パルネみたいな、ブランド多いねみたいな感じの反応で、だけど、そういう同じアーティストがこういう街に来ると、すごい目を輝かせて、なんか、建物になってるとか、なんか、ここってど何の場所だったのみたいな質問がどんどん来るような、なんかそういう魅力を、こう、割と、でも90年代ってまだそう、そうは言っても、バブルがまだ、ちょっと残り画があった頃で、割と今早かったなと思います。そうね。そう。で、それで、白石さんが90年代にそういう、なんか、手島さんが銭湯の持ち主の松田さんに、うちの銭湯どうしようって相談を受けたのっていつだっけ？まあだから、まあ92年じゃないかな。92年。1年で決まったいろいろ。91年ぐらいかな。あれがだから、第7病棟がいつだったかっていう。あ、第7病棟。あそう、だから銭湯を辞めた後、平成何年ぐらい、1990年ぐらいに辞めたのかな、銭湯ね。学生の時はまだよ。で、辞めて、辞めたすぐぐらいに。最初相談受けたけど、まあ、第7病棟がやったら、松田さんも面白がって、あそこ、他の形で。で、だから最初は第7病棟が、あの、なんだ、劇場でやっぱり使いたいとか、あの、練習、稽古場にしたいって話はあったんだけど、法的に無理で。そう。臨時にはあれよくできたね。それは事務所扱いなので、あの、あれ、ギャラリーって事務所扱いなんですよ、建築事務局長は。あ、そうなんですね。だから事務所だから不特定多数ではないっていう扱いになってて。共有とかしていけないんだ。あの臨時の劇場は良かった。あれは仮設ダウダマじゃない。ダマと。やっちゃった。あ、そうだった。でも2回ぐらいだったよね。ここは後で削除です。ぐらいね、見たって口だけで、さんでね、原十郎もね、下屋生まれの人たち、水を使うからね、そうなんですよ。その時もうすでにその劇団が、衰えて女の境が通って、ぶち抜いた状態にして、空間的にはパランとした状態になってたんでね、あそこ、そうなった状態で白石さんに見てもらったかな。だから、ここなら現代アートの展示も空間的にできるみたいなことと、この場所は日本のアートのルーツが深いからいいみたいなことと、両方あったのかな。で、割とね、トントン、よし、そこからね。まあ、あの、内山栄一さんの、いつまでだったっけって話を見てみたところ、内山栄一はまず明治44年、1911年生まれで、ここの1年前生まれでしたから。あ、で、ここに。建築で。建物で。ここの大正発明。内山栄一が台東区長になったのは昭和50年4月で、で平成3年4月まで内山栄一区長になったの。で、平成3年。いや、長くない。あ、そうなんですか。4期だったんですか。やって、割と短かったんだね。昭和1991年。あんまり最初のスタートの時って3年間。長く内山区長だった気がしてた。で、前に何企画長をやってる人と、新たに区長になった人が、まあ、ちょっと区の中でも地位が違うっていうのがあるでしょ。なんか力はあった。そうですね。91年で、山田湖できた時は内山区長だったけど、その後第2号の時は飯山区長のサイトです。で、なんか、台東区明るい街に、うん、そう。明るい街が、照明をいっぱいつけた。うん、そうそう。シンプルですね、そうそう、明るい。笑い話。山本区長は、2012年だった。うん、そうそう。うん。もう100歳超えてたみたいな。お見舞いにね、行きたい。他に質問が。
増えてるかっていうか、どうなんで、答えはない。まあ、でもさっき面白かった。嫌ってたら、やめてたから、まあ、嫌じゃなかった。嫌でしかないか。一番楽しかった時って。楽しかった。どういう。あ、それは、やっぱり実行委員会があって、それで、本当にね、あの、夜な夜な、なんかね、夜中、あの、結局この冊子の時には、これを見るとまたその時が思い出されるみたいな。そうよね。だって、シーハラさんとの思い出は、その冊子作りでね、そう一番最初、あ、これじゃなくて、これじゃない、あ、それよりもっと前なんですよ。あるかしら。なんかほら、浦野さんとかやったりして。これぐらいの時じゃないの、これこれ。とかね。で、この、これなんか、このパターン決めるのに、なんか、とかね。そういう思い出があるわけです。で、それって、あの、なんていうのかな。仕事でもなく。すごい真剣だったよね。でも真剣に。なんか、外みたいに。こだわって。仕事でもないのに真剣。ない。それが。まあ仕事でもなくても真剣。そうね。いいんだけど。なんか、そういう活動、なるほど。が、楽しかったかなっていうのはあるし。そうね。それは楽しかったかも。まあ、なんかいろいろ摩擦ももちろん人間の集まりだし、なんかやりたいって言って集まってきた人たちだから、そこはあるんですけども、でもなんか、こういう一つの形になって、なるとそこでこれが消化されるみたいなことができたってことで。みんなでこれ作ったってことがあったらね。なんかマップの携帯とかも、なんか同じ、なんかこう、仕事でやるとこのパターンで、でもあの、ルーティーンでこう行くじゃないですか。いや、この、この、入稿する係に。そうですね。で、役割もすごいはっきりして、コンセプトがどうだとか、なんとかって言われて。締め切りね。そう。それが非常に、だから、本当に緩やかなんですよ。だからやっぱり。業務じゃないから。なんか、まあ、山学校でもそうだけど、自分がやりたいことをやる、まあ、仕事じゃないか、仕事だったらその系統があって、これをやったから、いくら給料だってのはあるけど、やりたいことをやりたくて集まってるから、なんかやりたいことは、これ、規制しちゃいけないから、毎年、原稿展示委員会はリセットとか、あの、一回集まっては解散して、今年の人は何をやりたいですか、みたいな感じから始まってて、で、結構、マップもみんなすごい力いっぱい作るんだけど、やっぱりあそこはすればよかった、こうすればよかったってなって、じゃあ今年は去年とは違うものを作るぞみたいな、それをそれの年の意気込みなの。なんかちょっとこう、多分ね、ビジネス的には効率の悪いやり方をしてたし、と思うし、また今みたいにデータデザインがすごい、かけてる人がいたわけじゃなくて、そういう手作りだったかな。まあ、そっちの時代の方が私は多かったから、なんかそこで。インターネットとかない時代だったよね。なんか今だったら、ね、こういうのもさ、検索してさ、ね、見に行ったりするけど。どうしたんだろう。社食。社食だって、あの、ポップインさんでほら。そうだと思うよ。まだ DTP してないとか。紙原稿で渡してた、レイアウト図なんて紙原稿で渡して、これだってなんか切り張りしたのを渡してたのね。この書は書で書いてもらって、画面上で合わせてもらって。あ、これね、あと忍。あ、忍。忍が、フォークを持ってて、何を？クォークって。あ、クォーク持ってたね。そう、ソフトウェア。今でいうインデザインか。その関係のインデザイン。でも、クォーク持ってる人あんまりいなかったんですよね。そう、クォーク持ってる人のところに、編集しようって言って。編集しよう。つまり、あと、マックが、あの、やだ学校にあったから、マーク持ってる人もあんまりいなくて、だから中村と村上とか、
少年シンクアートとか、銀プラートとか、その街に出ていく系のアートのチラシみたいのは、うちのマックで。そうそうそう、なんか、夜学校の、で、昼間は中村と村上なんだけど、夜は夜中学校の、みたいな、一つのマックが、もう、現代アートもやれば、街づくりもやるみたいな役割を担わされてるね。あのマックは、多彩だね。すごく頑張ってたね。頑張ってた。でもだない。そう。うん。高橋30年だけど、うん、今年くれじゃないですか。うんうんうん。これも、まあ、やって、やりましょうって言ってくれた人が、うん、やっぱりすごく、いられが得意な人だし、あまあ、ある意味専門家なんですけど、うんうん、で、こういうふうにお任せしちゃったっていうのができちゃったわけ。うん。そうすると、私なんかの個人的な意見だと、なんかこれ味わいたいなっていう、うん。単純に味わいない、ガイドマップだなと思っちゃったんですけども、でも、個人的なね、そういうクオリティに関する意見は別としても、まあ、これは、ある意味こう、関わった人のこう、なんか、功績なんで、仕事ですよね。だから、ああ、30年目はこういうのかっていう。これは綺麗ですか？綺麗なんだ。そう。美術が綺麗。そんな変態な時代の時代の保留が。だから、なんかクリアファイルに入ってて、日常版と、はいはい、池田さんが結構やる。そうそう、イベント版をセットにしたのもあったし、あと、すごい大きな版で。はい、みんなで折り下げて。折って、開くと、一枚地図、折るとフォームみたいなパンが。あのね、ものすごい茶紙でやろうってなって、クラフトペーパー。それも実行委員メンバーがやりたいってなったんです。で茶紙で、すごいやって、うん、で今度それ折らなきゃ、印刷が来たわけ。うんうんうん、それをみんなで折り下げようっつって、折らなきゃ。折るどっか借りてね、確かどこか。そうだったね。そういう中で、だから本当に。去年とは違うことをやるみたいな職業なんだよね。そうだね。そして懲りないみたいな。うん、そこになんかこう、楽しみを見つけた。うんうんうん、だから、芸工店のために時間をそこに捧げたみたいな。うんうん、捧げるからには楽しもうみたいな。うんうん、そういうスタンスが、の集まりの人たちだったから、なんかそこではすごくそういう共有できた楽しさっていうのはあったのかなと思って。そう、だから、まあ、最初に、ね、始めた手島さんとか私とか、上村山さんに入っていただいて、やった初期のメンバーが忙しくなったり、息切れしたりしてきた頃に、まとまりさんが入ってきてくださったり、西君が、中高の祖って呼んでるんですけど。中高の祖なんか、楽しいんでね。それまでこう、なんか続けることが普通そうな人もいたんでね。そういう人はやっぱり引いていくわけです、うん。で、これは楽しみでやってるから、苦痛、でも苦痛だったらやめようかみたいな話を確かに手島さん、ね、したこともあったんだけど、でも、今、その、初めて4、5年だから、村山さんが入る直前ぐらいかな。ここで辞めると、まあ、辞めても誰かやる人はいるよ、みたいな話があったんだけど、やっぱり何のためにやってるのかとか、見えない時に辞めてしまうと、辞めたら辞めたでそうなんだって終わっちゃいそうだったから、もうちょっと芸工店に思う、この一人一人が自分のものを作るとか、交流するっていうことを楽しむってコンセプトはすごく普遍的だと思ったんで、それを本気で面白がれる人たちもきっといるはずだから、そういう人たちに伝わるところまではやろうと思って、もうやめようよって話をしてるときに募集要項なんかもう、コピー機に乗せてガンってなんか50とか押して、過ぎ始めちゃって、そう、やめようかって話してるのに募集要項吸ってるみたいな。とりあえず未来に貸す。そう、それもう吸っちゃってしょうがないな、みたいな感じ。さんが一生懸命スカウトしてくれたりとか。でそれが何年くらい、それが93、94は松潤やって、95、96ぐらいは谷中学校の初期メンバーでやったんだよね、きっとね。98年くらいですか？98年くらい。97年くらい。セット谷中学校ってこうやって、はい、そうですよね。そうですね。うん、99とか
98年にアートリンク始まっていて、うん、でアートリンクに集ってきた人たちも、その頃はその街とアートみたいなことも少し言われるようになってたのかな。うん、で上野の山美術館の久保田さんが表彰とした感じで、うん、まあ、あのやってきて、上野と谷中といろいろアートシーンがあるけど、ね、上野はまだアカデミックなところで巡ったようになってるから、谷中はね、インディペンデントな動きがいっぱいあるんで、なんか繋いだら動きが出るかも、みたいな感じで、うん、あの、まあ、やって、ぜひやってください、みたいな感じで始まったんです。現代美術館もね、そう、そうですね。できたもんでしたね。そう、でも始まってみると、こう、なんか、あの、みんな街の人はそれ、街の人とか参加する人は参加する人なりのいろんな考えがあって、芸工展も秋10月だし、アートリンクも10月だし、あの、あ、で、どっちにも参加してる人がいて、で、どっちも参加費もあるし、なんか、同じようなことに2回参加費を払うよりは、どっちかが5月にしてもらって、どっちかが10月にしてもらうといいとか、アートのお祭りみたいな感じで、で、そういう人もいたし、あの、アートリンクが現代アートで、芸工展は工芸展なんでしょうとか、その勝手にみんなね、ネットを貼るんですよ。誰が好きなの？そう。で、私は現代アートよ、みたいな。なんかね、こう、みんな勝手な、こう、あの、自己員同士は一緒にミーティングとかしてるか、お互いにやりたいこととか、コンセプトとか分かってるんですけど、参加する人同士が、勝手なレッテルを貼り始めてるっていう感じもあったんですよ。で、だから芸工展っていうのは何を目指してたんだっけっていうのをちゃんと整理しないと、同じ、ね、秋と春とに分けてくれとか、そういうことでもなくて、みたいな。あと年度ごとにやると、やっぱり4月、5月に準備して、なんで秋に展覧会が多いかというと、やっぱり年度ごとに助成金とか、あの学年が変わったりするじゃないですか。私、5、6って準備して、7、8で高校して、90で展覧会って、そういう流れになるので、どうしても秋に展覧会が多くなるんですよ。で、実行委員会もね、そういう年度で変わるから、やっぱりじゃあ春にやってくれって言ったって、なかなかそういう準備はできないっていうのもあって、で、まあ、芸工展っていうのは何って、参加の時にも、それこそこう、だんだん参加者が増えてくると、うん、このテレントでこう新しい出会いを楽しむとか街づくりを楽しむって思ってる人もいれば、芸工展に参加したらあのお客さんが増えるんですかとか、芸工展に参加したのにお客来ないじゃないですかって何ですかとかいう人とか、いや、皆さんの集客のためにやってるわけではないし、まあ共同の施設を作るけども、お客さんを呼ぶ努力とかは各自やってくださいとか、なんかその芸工展は何のためにやってるのかっていうのを実行委員会にも参加する人にもはっきり分かってもらわないと、うん、なんか、アートリンクと一緒になればいいんじゃないかとか、いや違うんだとか、なんかこう、なんか議論が、そもそもみんなが前提としてることが違うので、議論も成り立たないみたいな感じだったので、もこれを必死になってこのコンセプトペーパーを作って説明会の時に説明した。でも、それを、その状況の中で、コンセプトを整理することで、やっぱり手作りのもので、人々が交流するとか、そういう黒とアマを問わずとか、そういう基本的な考え方っていうのを、すごく整理した。うん、で、それを、まあ、村山さんがずっと、その、生き字引じゃないけど、あそこはね、紙じゃなくて、人の言葉としてそれをずっと実践聞いてくださって。実践としては崩しちゃいけないなっていうのは、そのシーンは崩さない。シーハーさんと手島さんからもなんか言われてたし。いやいやいや、すいません。てか、なんかいい意味の圧力。やっぱ圧力。でね、なんかそれは受け継いでいく。なんか一緒に書いてあるね。そうそう。電動やらなきゃいこうって言った。そう、電動、そう、電動。でも、この時、はい、だってあの、この間も、あの、遺産地で言ったけど、デジカメがなかったんですよ。ないですね。デジカメがないの。デジカメ持ってるっていう人はすごいんですよ。そうね。いや、その時の実行委員会の意思で、趣旨は繋がっていても、狙いや体制はその時その時の、その
その自己理解で決めると。で、前年度までの企画は一旦白紙と考えるとか、なんかその常にリセットして自分たちのやりたいことをやれみたいな感じで。前はこうだったからっていうのはなしみたいな。ね、まだこの断熱紙だから焼けてるっていう。そうそう、なんかだんだん情報が来てる。私が喋りすぎて、そう、話じゃない、ただ古くて、でも当時はね、断熱で違ってた。でもよくこういう人がありましたね、紙媒体。でも紙の方がそうかもしれないね。確かに。その頃ね、芸妓店もあのアートリンクに参加するし、アートリンクの時に芸妓店の期間が乗るしみたいな感じだったけど、一緒に自己委員会とかやりましたよね。あのアートリンクの自己委員会に芸妓店のメンバーも行くしみたいな。ピクさんがアートリンクに入った頃は、アートリンクもあの大きな地図を作ってくださって上の部屋の方つないでましたけど、うん、事務局が頑張った。私が2003年なんですけど、その時に実行委員会が、芸大の野口さんと、それから上田の森美術館の坂本さんと、熊井さんと、あとスカイの浦野ちゃんと、からもう一人のアートプラムの中に岡田さん、全部5人だったんですよ。だけど、2004年だったかな、もうなんか、5年だったかな。野口さんの芸大美術館から、そこを見ると、移動ですよね。移動だったんです。文化庁。文化庁に移動だった。戻ったと。村野さんも、スカウトで独立した。で、アートフォローもなくなって、岡田さんも谷中から去ったっていう。去っていっちゃったっていう。みんなそうなんですよ。それで、じゃあバラバラになっちゃうのかしらって、ちょっと思ったんですけど、そしたら、その、熊井さんは、すごくそう、なんとかここでやろうよっていう話になるんで、そうだね、私、その頃までは、そこまで2003年、4年あたりは、熊井さんと、熊井さんほとんど実行委員ではやってなかったので、あんまりこう、したこともなかったんです。すごい今更だったんですよ、私は。熊井さんが。見えそうだ。もうブブブブブッと。なんとかトーク、マシンガントークみたいなのがすごく苦手で、ね、私は熊井さんとできるかしらってすごく不安だった。そんな時が。今初めて知った。熊井さんに言ったかな、こんなこと。すごい、あ、すっごく不安だったんですよ。ですけど、なんか、してみたら、なんか意外とスタイルしてるんだけど、熊井さんやっぱりアートに関しては、ご自分でご夫婦でアートクラブの方も自分やってらしたし、ちゃんと勉強もしてらっしゃるし、情景も深いし、私はもうアートのことは本当にミーハーな、ただアートファンだけだし、基礎も何もできてないし、あ、そうだね。すごく、地域にも見えるしね、つながりもあるし、そのスタイルになる。で、だんだんこうやっていくうちに、なんか、私のこういうことをやりたいとかって言うと、あ、それ面白いねって、割と必ず面白がってくれて、で、実行委員の人たちも、だんだんそれに肉付けをしていってくれて、それで毎年一つの、企画コーナーっていうのから、それが決まっていって、やってきたんですね。本当になんかやってこられたのは皆さんのおかげだなと思ってるんですけど、ね、私楽しいって思い始めたのは、2003年に初めてこう参加して、
終わった頃かな、なんか、終わってからかな、谷中の町を訪ねてくると、うん、こんにちはって挨拶してくれる人がいるわけですよ。それすっごくね、なんか、地元以外にも、なんか自分を知っていて挨拶してくれる、挨拶できる人がいる、何人もいるっていうのが、すごく楽しかった。嬉しかった。そういう気持ちがありましたね。まあ、確かに、そう。生まれ育った町でも住んでる町でもないのに来るとこに違っていて、そうなんですよ、なんか自分の町っぽい感じ、そうそうそうです、うん、それはすごく嬉しかったので、うん、そんな2004年からそういう感じで、チョリさんたちが2007年アートリンクにあったのは何年、2007年、本当にもう2007年の時に、その6年終わった時に、アートリンクも、どうしようかねみたいなことを言ってたんですよ。そしたら、台東区から、文化芸術振興制度、助成金の制度を作るので、それのモデル支援として、アートリンクさんやってもらえませんかって、小室先生が推薦してくださったんですけど、そういうお話が来て、これはちょっとやめられないなってなって、それで2007年に、向井先生たちで、その時にその今のお母さんのメンバーが、じゃあ熊倉さんに言われて、行ってみたらって言われたの、そうでも、そうです、そうです。この頃まだ私は、熊倉家のゼミ生じゃなくて、先端芸術表現家っていう方が、マネジメントじゃない方に通っていて、でもみんな友達がこの辺住んでたら仙台に住んだりしてたのもあって、この辺は好きで来てたから、で、熊倉先生が私も引っ越しても谷中でなんかしたいわって感じだったので、みんなでこの辺住もうよってなって、
で、予算ないなんかアートプロジェクトやるってどんな感じなんだろうみたいなのを決めて、民間でまず、できる限りお金使わないようにしようっていう感じでみんなで出し合っていく民間で、会議場所をまずは確保して、で、社会人のアートマネジメントに興味ある方をお集まりくださいみたいな感じで、そうですね、ワークショップしたいとかいろんな人がまあ来てはいなくなり、まあね、アートやりたい人ってみんな自分のやりたいこと結構強いから、チームになるってことももうかなり難しいって感じで、毎回自己紹介して、ね、そんな人たちもいるんだって言って、また隠されてみたいな。そう、なんか、これ永遠にこれやってても、チームできないなって感じで、学生としてはなんかこれ、一体何なんだろうみたいな。ずっとやってて、なんか、矢野子の立ってみたいな名前がつく前にずっとそういうふうに集まって、うん、まあ、ここで何やろうかみたいな、1年ぐらい多分ずっと何やろうかみたいなことやってたんですんで。で、多分それで、まあ、ドリンクもあるし、まず手伝いして、で、その台東区の多分支援制度が始まるときに選ばれた、あの人たちの、まずは手伝いから始めようということで、うん、で、私はアドバイザーとしてその選んだ人たちに、うん、あのアドバイスをするっていう立ち位置だったので、学生としてはそのお手伝いをするっていう形で、うん、まずは一段程で続々点っていうのをやったんですよ。うん、で、それは本当に同時期なので、それを初めてやって、その受付とかを本当に手伝い始めて、うん、で、まあ一段程とかに行って、ああ、いい建物だなとか、みんなでバランス綺麗だね、庭綺麗だねとか言って、うん、いいとこだねって、なんかすごい気に入り始めて、うん、で、その、まあね、大歴のメンバーとの出会いで、一打点もあるんだよ、みたいなことで、あの、見せてもらって、もう絶対ここ拠点にしたい、みたいな感じで、今から先生に、そうそうそう、そう、なんか、電柱点、すごい気に入って、で、その頃ちょうどその、かやばコーヒーもリニューアルオープンしよう、みたいな感じだったから、そうそう、使う人募集みたいなので、そういうのに、なんかアートセンターに出したいみたいな感じで出したり、うんうん、受け取りました。そうそうね、したりしてとか、なんかそういうことしながら、なんとなくみんなで毎回企画会議をしてるっていう集まりで、メンバーが固定されているわけではなく、やっていたっていう、で、まあ学生と先生と、その他、ボランティアの社会人が集まって、何しようかって言ってるみたいな。そうね、いつもなんかこう議論っていうか、なんか相談してた。そう、いつも相談して、そう、いろんなところにお世話になりながら、その事務所がないので、うん、いろんな人たちの軒先を借りながら、うん、なんか企画会議をしたっていう感じ。うんうん、そうですよね。そうですよね。違うことをやって、違う人がいるっていうか。そうそう。だから本当にやってる人たちも何するんだろうっていう感じのままずっとやってるっていう感じもありながら、それがすごい面白かったっていうか、なん、その、もうここの矢中にリサーチをすればするもの全てあって、その美術に関する本当にいろいろな変わり方、現行点ももちろんあるし、本当にね、上野の美術館に行ったりと、あるギャラリーもある。で、まあね、その、スカイみたいなギャラリーもあれば、そうじゃないギャラリーもあってみたいなこともあって、これ以上やなんか必要ないんじゃないみたいな感じでいつも、なって。そう、もうあまりに、飽和状態です。そうそうそう、すごく今多分盛り上がってたから、冒険語でもだし。もう本当にイベントいっぱいやって、そうね、うん、もうやんない方がいいんじゃないみたいな。そうそうそう。で、ちょうどなんか山手劇場とかも注目されすぎてる感じとかもあって、みんなどんどんそのお店がなくなっちゃったりとか、みんなお土産屋さんっぽくなったりとかして、で古い建物がね、どんどんね、それによって変わっていっちゃってみたいなのを見てたから、やっぱり何もしない方がいいんじゃないかみたいな意見とかも出たから、そう、すごい。そうそうそう。うん、すごいですよね、もうね。あの時、その頃すごいよね。なんか盛り上がってた。いつも、なんかやってるんですよ。それが、もしかして2000件ぐらい。これ100何件。もっとある国があるとか。一番多かったのはいつだっけ、その冊子が分厚い頃だよね。黄色とか。黄色の。すごいよね。
そのすごい盛り上がってる時ってどんな参加具合だったんですか、うんうん、あの、あれなんで、ね、あ、つまり、今、街角展覧会っていうだけに絞られてますけども、うん、あの街角展覧会って、独自に芸工展のためにいただいても、まあ、ために、私を立ち上げてほしいという願いを込めて、街角展覧会に今絞られてるも、そうじゃなくても、お店の紹介みたいな感じで、うん、はい、芸工展のなんか運営もバブルだったかもしれませんが、うん、もう参加もありというふうに。ああ、そうです。それで、なんか、4.5センチ×4.5センチの、なんか作ってくださいね、という、ことで、そこでの参加費も募ってた。で、そこがピークだったかな、200件近くありましたよね。210とか220とか。震災の年が、多分200。あ、そうらしい。もっと入れると。それで結構その運営資金も膨らんだわけですよ、そこで。そうです。だって、収入がみんな、あの、3000とか5000とかいただいてたし、で、きちっと会計監査も人も来てたし、で、でもなしかのことやっぱり、本当に、私はずっと芸工展って試みだと思ってるので、事業とかで試み。という、なんか私の言葉の捉え方ですけど、でも毎年毎年違っていいし、みたいな、そんなになんかこうやり方を受け継いでいくっていうか、ただ、本当に大事にしなきゃいけないコンセプトってあるけども、そのシーラーさんたちと作り上げたコンセプトは大事にして、そこは崩さないで、というのはあるんですけども、なんか、そういう中でね、なんか、ちょっとすごく消費されてる感が出てきちゃって、で、ちょっとやっぱり見直していこうというか。一回も顔を手で終わってしまう人とかって。ああ、そういう。そうですね。なんか多分、なんか自己一回の中でももうちょっとこれによって商業的な展開を後押しするような存在になったらいいんじゃないかっていう意見だってね、あったかもしれない。あったんですよ。多分。で、結果的に、地域おこしイベントみたいな。ね、一人にエキュートしてきた。そうなんだ。そうなんだ。エキュートさんっていう人を迎えたら、リファをもらって、あの、芸能店さんが作ってる地図は、すごくいいので、日暮里駅に絵地図として多く、そのデータを欲しいとか、ください。それを、なんかこう、拡大版にした、その絵地図として置きたい。で、その時はなんかね、その時の実行委員のメンバーでは、じゃあ、結局事業会とこう契約にするって、そんなの初めてだし、私たちはなんかね、任意の団体だし、どうしようっていうのがあったんだけど、そうなんね、別にそれで儲けようじゃなくて、ウィルイ時期になるんだったら、ちょっと、確かね、月10万ずつ入ったんです。提供してくれる。その代わり、私ともう一人担当して、必ず、毎月その、街の行事とかのデータを見てた。それ10年間、そうそう、地図とプラス。だから、そこが、それがまた宣伝になっちゃって、あそこに行ったら、うちのお店も出したい。ああ、なるほど。そうそう。ちょっと、そうなの、またね、そう、裏腹にちょっとその辺が増えちゃったという感じですけども、趣旨をあまり知らずに、うちのお店も出して、参加したいみたいな。それも結果的にはね、10年間、私とさとこさんでやり続けたんですけど、10年間。10年間。5年。5年だった。5年。だから、節目でとにかくでもやめようにしたの。エキュートさんとは違う。ちょっと20周年やろうね。あ、そっか。5年。え、そんな少なかった？大変だった。まあ、ごめんなさい。何も私も全部してないから。でもね、そういう試みも、はい、試みをしながら、いろいろと見直しもしての繰り返しかな。そうですね。エキュートで、ショップでの限定商品販売とか。エキナカも有効店の開催になったり。そうですね。そういう時代もありました。求められてもいたんですよね。そうですよね。
ありとそこで、なんかこう、そうなんですよ。もう何でもありま す, ありますし。膨らんだ資金があったので、膨らんだ資金があったので、こういう冊子がいろいろと、私たちは編集の、こういう冊子ができて発行されてきました。出版素敵な。そうだよね。冊子も作ったよね。だから冊子作りは本当に実行委員メンバーの、なんか本当に面白がりとかだったしね。それは、これは作れて一番良かったなと。うん、その素敵なね、冊子ね。もともと昔作られてた。あ、もともとのすごろく。はい。うん、あの、あ、そうそうそう。あと卵パンぐらいからね。そう。オレンジ。卵、ひよこの順なんですか。そう、卵、ひよこの順なんです。卵は私たちがいた頃に作って。ひよこぐらいまでかかったかな。ニワトリは。ニワトリはね、ニワトリは。ニワトリの卵じゃなかった。水だという。だから、なんかそう、ちょっと一応は、あの、ね、編集作業みたいな、取材編集作業もすごく、実行委員会としては。あ、そうなんだ。でもそれやっぱり、あの、屋根線のミニコミスピリッツみたいなのが、やっぱりなんか、あ、そうかもね、あるのかもしれないですね。うん。真似というか、結構住民の人も聞くと答えてくれるような人が多いですよね。屋根線って何年？また去年の1984年スタート。24年。これなんで？2014。ね、これだってね、思い出すとすごいよね、有光さんがね、とかね、いろんな思い出がいる。屋根線は2009年まで。結構、冊子作りもやらさせてもらった。冊子作りも楽しそう。まあ、それは、ね、運営資金の還元、運営資金のなんか残金の還元も含めて、あの、今度私たちが面白がり労力をここに注いだ。もともとの芸工程の形を見たとき、やっぱりその取材をして書かれていた時代があって、そのマップがすごい高かったんですよね。なんかすごい、なんていうのかな、やっぱり自分が自分の企画のことを伝えるっていうのも大事だけども、なんかそのいい部分を切り取ってちゃんと紹介するっていうのを、すごい丁寧 なんか時間をかけてやられてうん、それをやっぱりやった方がいいっていうふうに思ってやったんですよね。結構なので、これすごい、あの、いつもは集金だけの、あの、筆の高山さんなんかは、まさに僕なんか集金だけ行ってて、あの、5000円払う意味あんのかなとか、毎回言われながらも出してくれるっていうコミュニケーションだったんですけど、この時初めて取材に行って、本当になんか一生分いろいろ、なんか、なんか働いてる。しばらく手伝いで、あの、腕作りを教えてもらって、ありました。はい。あ、今、老人ホームで入っちゃったんですけど。お店ね。お店ね。はい。手紙を出してます。どうなった？はい。僕はすごく、こうやって取材をさせてもらって、もう一回下校っていうのを自分の中で、なんか認識したというか、街の人のことを知って、そういうふうに関わることが、できるものなんだ。だから、割と、無形の宝でしょ。そうですよね。私たちの、親しまれる環境調査で、100人ぐらいに、谷中のいいとこって何ですかとか、いいとこ探して聞いて回るっていうのから始めたから、手島さんと一緒にね、主さんの、初会長さんとかね、佐渡さんとかね、うん、そんな人もいたし。そうですね。大体ごちそうになっちゃう。あと、おばあちゃんの話聞いたりとか、ミカドコンのおばあちゃん。当時、話を聞くときに、面白いことが、屋根線の人たちと一緒にやってたじゃない？一緒にやってたんだけど、屋根線の人たちの話は出さない方がいいよっていうのは言われたりしたのは、なんか逆に、
屋根線の人たちはすごくよく思ってくれてる人もいるけど、うん、逆にあんまり思ってない人たちもいるから、うん、だからそれも芸大生だって言った方が絶対に今日はいいかなっていう、うん、ようなことでなんか言われてるので、まあ芸大生は比較的ね嫌がる人はこの町にはいないから、うん、そういう意味ではなんか相手嫌がったとか、この地域自分も一家号ある人は、なんか屋根線のことちょっと苦手なんだよね。そうそうそう。一緒。いや、私たちも多分、芸大出身みたいに思われてたと思う。芸大店やってるの名前的に芸工店やってるのは芸大店っていう。だから、何も触れられないっていう。そっとしておいてもらえる。もう、芸ってついてあるね。芸ってついてるのも優しいみたいな。そうか。芸ってつけるけど。そう、芸って優しいよね。新しい。ね、昔からそういう土地柄だからね。うん、いや、ものすごく。あとそういう土地柄で面白いと思ったのは、あの熊井さんのご主人が、うん、あのあそこの吉田屋の前の広い吉田屋って、うん、あの茶屋町の広い通りあるじゃないですか。うん、あそこでなんかあの厳重になんか。住み出しちゃったっていうか、なんかアーティストがいて、うん、なんか外国。あ、そうそうそう。なんて言ってたのか。あれ、アートリックの一環だったの？そうじゃない？いや、そうなって、完全にやり出しちゃったから。あ、そう、ゲリラ的なアーティストってなって。で、なんか、それに対して熊井さんがさ、なんか、あの、ご主人が怒りに行ってっていうか、こうなってやってちゃダメだよみたいな言ってて、うん、いや、そういうのが、なんていうのかな、普通だったらなんか警察に通報とかしちゃう人が多いような気がするけど、そうじゃなくて、なんかそういう話を聞いてやるみたいな感じになってるみたいなところがなんか、この街の、ね、面白いね。なんかね、そうだ。自分のところの街だって意識が強いっていうのかな、そういう感じ。なんかあの頃アーティストが街の中でアートをやるっていうのがだんだんこう広まってきた頃で、で、なんだろう。あの、黄色い足に黄色いペンキをつけて、足跡が、なんかあの、茶屋町とか私たちが住んでたあの、下宿の前とかに、ある日行ったらなんか黄色い足跡が道路にペタペタついてる。なんだこれはって上見たら、あの、茶屋町のこう、イチョウの木がいっぱいあるところの上に、なんか、ハクビシンじゃなくて、外国人がテント張って住んでるみたいな変な光景があったの。で、その頃はなんかそのゲリラアートみたいな言葉もあって、その街の中に急にアートを挿入してみんなが驚くのがアートみたいなのあったんだけど、でもこうアートリンクとかやってた熊井さんとか芸妓店もそうだけど、もう丁寧に話をして、こういうことをやってみたいんだ、やってもいいかと、じゃあやってごらんとか、そのコミュニケーションの中で街に出てったのに、急に何の相談もなく誰かが足跡つけたり、木に住んでたりっていうのは、それは違うだろうって、で、それを言ったのがずっと谷中に住んでる熊井さんで、やっぱりその街に出るっていうのはそういうことじゃないだろうって言いに行った。だけど、そのアーティストたちを応援してたのが、あの、まあ、そういう美術とかの出版をする人で、で、その人もよくアートリンクとか見に来てたかな。そう。まあ、今、あえて名前を言ってなかったですけど。そう、言ってた。すごい大喧嘩になったんだよ。喧嘩したんだ。うん。いや、もう本当に主義主張の戦いぐらいになった。で、その人は、現代アーティストはこんな精神的なことをこの古い街でやろうとしているのに、なんて心の狭い街の人たちだぐらいな勢いで。で、大体美術展のオープニングとかレセプションに行くと、その出版の人はね、あの、サポートも含めていたんだけど、なんかその時から会っても、なんか目を合わせてくれなくて。そう。だから、現代アートは街に出るって言っても、ただ出りゃいいってことじゃないんですっていうのを、街の人はすごい強くね、思ってたし、発表口にもね、皆さん出してたし、だから、その、ゲコテのメンバーとか、あの、まあ、熊井さんの周りにいた人たちは、そうだよ、熊井さんの言う通りだよってみんな思ってたけど、うん、まあそうじゃない文脈の人もいたかな。だからそういうことでちょっと、あの、離れる人は離れたし、やり続ける人はやり続けたかなっていう。
たまに今でもいます、ね。多分それはやめた方がいいよ。というか、多分得られる、その、としてやろうとしてる楽しさも、あと、彫刻して起こる問題も、どうかなっていうのは、たまに連中って言う人でも、あ、そうですね。彫刻作る人は、そうそう。なので、アーティストの方は、そういうメンタリティの人はいるのにね。時々います。いますね。ただ、その、アートリンクなり、原稿ってなり、こっちで、地場に行くとずっと、こっから逃げも隠れもできませんとか、ずっといますみたいな人は、そういうのをどんどん勝手にやれとは言わない人が多いかな。あ、そういう、あれ、あの、蛍光点で、なんかトラブったり怒られた経験ってあります？長年、村山さん一番長いから、そういう。町の人に。町の人に。まあ。うん、あのね、怒られるっていうか、いや、ちょっとそこが、割と、うん、それも問題だなと思いつつずっと来てるんですけど、あの参加費をいただく、預かる、うん。それで運営してるのが実行委員会だった。うん、でそこが、なんかね、やっぱりこう依存されちゃうんですよ。お金払ってるから、うん、あんたたちがやってくれるんだろう、みたいな。そこでの文句っていうのありますよね。あ、参加者から。つまり参加者。チームの人から私ないよ、ね、割とそこは気を使いながらやってきたかなって気はするし、ただあの訪れる人がだんだんこう観光客っぽくなってきた、この30年で、そうすると、あ、別に私たちの責任でもないんだけど、原稿店に来る人たちってさ、ゴミを置いていく人とか、違う問題だっていうお店の参加者のお店の人からは言われたりして、まあ、で、まあ、エチケットなんだけど、だからそれからちょっと歩まってね、そう、街歩きの作法とかは、ちょっとこう強調して、ちょっと、あの、表記するみたいなことも心がけて、どんどん変わっていくんですか、内容が。基本はでも同じことしたら、こういう。そう、なんか最後にすごい大きな問題って、なかったような気がするね。よかったですね。本当にそれはね。そうだね。そうかも。小さいね、あの、構成がどうのこうのっていうのはいっぱいあったけど。ただ、その、依存されちゃうというか、まあなんか、独特ですよね。お金払ってるから。そう。だから、お客様なんだけど、お客様になっちゃって、で、なんか、こっちもやれることはやってあげるとか思っちゃうと、ついついサービスしてたんだけど、そこはなんかもう、ちょっと限界というか、人的にも限界になったし、実行委員の中でもみんなと、時間を経て、年を経て、なんかできないわって、うんうん。例えば結婚したり、子育てとか、そういうことができないし、ね、とか、そういうことも含めて、だんだんできないっていうのがあるじゃないですか、ボランティア活動だし。そうする。まあ、そういうこともあって、ちょっと、やっぱり、その、参考人という形で、主催者を、みんな、今までの一緒の者と、はい、実行委員を一緒のプラットフォームでやりましょうという宣言した。これが2007年で。それは一つのまた、こちら側としての大きな、あの仕切り直しという。それで、カンパキンという形にしたった。最低限の、あの、会計というか、経理はきちっと延長しますけども、どなたにも見せてもいつでもわかるみたいな。ただ、あの、会計監査まではしないし、監督という形で、はい、出させてもらってるっていうことかな。運営協力金。そう、運営資金協力みたいなことを。だから、ちょっとまたそこで5年ぐらい経って、ちょっとまたそれはそれで少しもうちょっとなんかこう呼びかけを見直した方がいいかなのかっていうのがまたありますね。また来年に向けて。だから、その運営資金ってところがまた、やっぱりね、必要だしね。そうです。だって一応こういうの作りたいという要請もあるしね。
やっぱり紙媒体も必要だし、まあ、データも今はすごいデータもきちっと作って、うんこうね、あの明らかにこう拡散してあげたいし参考人そうで参考人はどこに提示したいとかしたんですか、うん、参考人ってのはここに内町参加してる人たち、うん、特に名前とかは参加してない、うん、参考人としようそうなんですね、うん、一回全部手書きで直接持ち込みじゃないとダメって入稿した時が衝撃的です。あ、この辺の。そうそう。これね、こういうふうにしたいっていう、この時の自己弁当。そう、面白いですよ。もうなんか世の中がもうすべて SNS とかも普及し始めてるところに、手書きにしたの。手書きに原稿のみ受け付けます。で、次回に持ってきてください。あ、先生さんこれを見られようってやった人は。デザイナーはちゃんと見られてる。そうですよ、デザイナーは、ね。手書きでこう。あの、川本まりさんっていうね。はい、今、岡山になっちゃっても、なんかもうすごい面白いなって思ったので、それならやめても、だから、やりたいことはやらさせてもらったみたいなのがあるんですけどね。ね、やっぱり参加形態を工夫することによって、やっぱり、こういう人に来てほしいっていうのがね、うん、すごい伝わる。なんかすごい思い切った食い切った本当に試みの連続でしたという気はします。あと参加企画もどんどん変化してきて、まあ、最初の頃はギャラリー一番1回目はギャラリーに持ってくる一応彫刻とか工芸品とか棚とか壁に飾れるものだと思ってね、でそれだけじゃないだろうって言ってお店とかと手焼きせんべいとか、手を投了のやりがんだ実演とか、パフォーマンスとかも入ってるんですけど、あとね、みきちゃんの路上の踊りとかね。そう、なんかね、みんなにね、そう、場所の相談とかにも乗ってあげてたけど、なんか街中でやりたいって、じゃあ、あそこのお寺の辺に探してもらおうとか、誰々さんの知り合いやられるんじゃないかとか、そのコーディネートも最初は手伝ってたの。で、みきちゃんっていう子が来て、最初は男の子だったんだけど、だんだん女の子になったんだけど、うん、なんか、踊りたい。白い服を着て踊るパフォーマン。ね、はい。で、なんかでももう、なんかいろいろ紹介したけど、なんかその踊りをさせてくれる場所とか、いい場所とかも全然思いつかなくなって、その、芸工店の実行委員会みたいな方、拠点にしてた谷中アコの前で、もう前で踊ったらとかも、なんか、半分こう、なんか、やぶれかぶれに行ったら本当に踊ってくれて、だから当時路上パフォーマンスとか、あんまなかったんだけど、急に白い服着たお姉さんかお兄さんが踊りに出す。で、本人も絶対真剣だし、私たちも真剣に見てるんだけど、そう、ポリオだけはね。うん、気持ち悪いとか言って。そう、なんか変なね、あの、かけてたんだけど、でも通り。息切っちゃうねとか言って。でも一番喜んでるからね。そう。結構気に入ってた。そう、結構気に入ってた、あれは。ちょっと見たかったもん。で、東洋がね、ちゃちゃ入れながら、みきちゃんが真剣に踊るっていうのを、なんかお散歩帰りのおばあちゃんが、おぉって。そう、いや、これはいける。そんな空間もあったし、私もう関わらないで、もう3人ぐらいだった時ですけど、なんか、暮らし、みんなの暮らし方をインタビューしますので、市川さんってね、が、本当に暮らしにこだわりがあって、あ、上野桜木あたりの、マネジメントの立ち上げ試験でやってくださった小さいお子さんとお母さんだったんだけど、住みかについてのこだわりを知りたいって、いろんな人の住み方を聞いてパネルにするっていうのを自宅を開いてやってくれたりとか、なんかいわゆる絵とか、その踊りとか、そういう、アートのジャンルって名前が付けられない企画も結構生まれて、語り合う会とかね。芸能展ならではではそういうことですよね。そう。自宅を公開して、うん、そこに展示空間にするとか。うん、あと、なんか夜明けの写真を夜明けの時間だけ、根津神社で見ることができます、みたいな。住んでなきゃ見れないから、始発も走ってないんですけど、みたいな。
時だけやってますみたいなね。あと軸を可動に鍵した展示とか、なんか、参加者の発想がすごい面白くなってた。そうですね。あと、参加してくださる方の、うん、この人とこの人をくっつければもっと面白いな、みたいなのを私は結構やらさせてもらって、うん、例えば、あの方、新内の、宮野助さんのお稽古場で、お稽古 の、 あのこうワークショップをやる。うん、でも、このお稽古場になんか、もし作品展示したい人いたら、って言われて、うん、あ、じゃあ、浄瑠璃というか、なんかおどろおどろした絵描く人がいたんですね。で、その人も参加してって言ったら、その人の絵を持ってったら、あ、すごいいいってなって、それで、お稽古場にこう、展示させてもらって、そこでお稽古のワークショップをやってとか、なんかそこはやっぱり芸工展ならではの、なんか私もそういう、なんか、まあね、コーディネート曲がりのことは、すごくちょっと面白がってやらさせてもらいましたね。あとはこの人形を作ってるんだけど、展示場所ないですかって言われて、花屋さんが出店してたから、そこにちょっと行ってみてくださいとか言って、花屋さんの中にその人の人形を飾ったりとか、あとは本屋さん、古書放浪の、なんかそういうコラボみたいなこともすごい楽しませてもらいましたね。面白いね。いろんな人といろんな場所があって、あの人が本当にやったらすごい面白いことが起きるとか、だんだんね、相当、なんか相乗効果っていう、なんか化学反応を起こすような、そういう面白さは芸能人ならではだと思いましたね。まあ今もそれはあってほしいと思うけど、なかなかね、今は。僕はちょっと、やっぱり作品を見せていただくないと、なんかイメージが、そうですね。来ないじゃないですか。普通にどっかギャラリーないんですか？ただで展示させてくれるとかありますか、って聞かれることがあるんですけど。あなたのじゃ作品見せてくださいって私は言っちゃうんですよ。まあ、すごくいいんだけど、なんかこう、どっかただで展示できるとかないですかを切り口にされると紹介しにくいな。そうだよな。つまりは、店主のお気になるようにすればただになるんですね。それはそう言っちゃえばそうかもしれないけど、そうじゃなくて、店のコンセプトがあるから、それに応じた活動をみんなどの店もしてる。教えてる人がいるのなんか、ちょっと聞かれるんです。店とかをしてると、これは高いけど、なんか、普通にギャラリーもいっぱいあるけど、どうしたらいいんでしょうかね。なるほど。若い人もいれば、若くない人もいる。若くないけれど、若そうな感じの。人も何と言ったらいいし、本当に金田君のところに来る困った経験とか聞いて、いろいろありそうで。貸してくれる。そうですね。だから、いろいろね。だから、ちょっと、なんか、芸大生とか美大生に展示して、なんか、家を開くのが面白くなったから、自分でも金土日は家を開きますみたいにしてくれる人がいて、結構その家開きみたいなのって今は割と一般的になってきてるけど、すごい初期からやってるよね。まあそうですね。読んでびっくりしたんですけど、でずっと貸してくださいって言うとね、いやってなるけど、芸工展ではこの芸大生とか美大生とかがなんか見つけてる子がちょっとそこに飾らせてもらいたいんですって言うと。いいわよっていう土壌があって、それでやってみて楽しかったとか悪くなかったというと、来年もいいわよとか、じゃあ、こっちもちょっとギャラリーにしてみようかしらとか、最近なんか、お店辞めたらギャラリーにする人すごい多い。レストランももだったところもギャラリーになったし。ももさん辞めちゃったの。仙台の、仙台のレストランじゃの、神民ももみたいな。昔ね、いや、雑貨屋さん、そっちじゃない、そっちじゃない。モモで100って書くね。そう、おじさんがずっとやってたところ。多分、神どころじゃなくなって、ギャラリーになって。うん。そう、あと、コクインフォトさん。あ、そうですね。このところも、あと、なんとか、古美術とギャラリーみたいな、古美術の中に、ちょっとアート作品があるみたいな。全国の街で、元商店街から商店閉めて、明らかに商店が形してるのに、家としておじいちゃんが住んでて、
そうなの、ね、そういう知恵が世の中にいっぱいあるところで、閉めて、じゃあ、ギャラリーにしたっていうのが発想できるのはすごい。なんかやっぱりね、そういう措置が。そうね。あと南町のさ、ファムファタールって名前だけど、ずっと気になってた、うん、あの、古いお家が、うん、ちょっと住居部分と、応接間部分分けて、うん、1階の応接間部分はギャラリーにして、時々開けたりとかしてるし、うんうん、すごい素敵なお家。うん、最近面白いなと思った。栃木の車屋美術館って、谷中じゃないんだ。うんうん、で、なんかそこは美術館もこういうふうにやって、うん、それで、なんか蔵があって、うん、ここはなんか関係ないお家なの、普通の、うんうん。だけど、その美術館側に窓があって、うん、で、なんかだんだんその美術館、美術館じゃないや、お家の人が、その窓にいろんなものを展示してるんですよ。美術館に来た人が、その蔵で見ると、これ、これ、書けるんですかみたいな。緊張しないで。なんか、どんどん進化してるらしくて。面白い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 。面白まあ、時間ですね。そうですね。明日もあることでしょうから、すいません、取り留めないのないお話になりましたけれども、なんか、こういう、まあ今日映像で記録を撮っていただいてますが、こうしたパンフレットとかも紙媒体がすごい貴重で、私もできるだけ撮ってるんだけど、なんか足り、この年度のやつがないとかあるから、ちょっとみんなでデジタルアーカイブでもないけど、とかに共有のサーバーかなんかで、うん、あの差し替えない範囲でアップしてって、こう記録をできるようにするとか、あと、なんかその、英語展のこういう本までにはいかないかもしれないけど、なんか、もう一回30年を切り替えるようなね、なんか、できればいいなと思って、うん。そうですね。どうしたらいいかね。ちょっとその辺も。うん。なんか自己委員会の人たちの中でやるのもいいし、まあ、こうしたアートリックとか、アトリさんとか、ジのカップさんとか、ビエンナーレとか、いろんな動きがあるから、一緒にお互い振り返りながらなんかやってみるのも、どっちからもそう見えていたとか、なんかこんな反応があったとか、意外に面白いかもしれない。謎が解ける。謎が解ける。するから。今日、お参加しての、ご感想はいかがですかあの、なんかこういうことやろうねとか、言いながら全然できてなくて、今日も何の準備もなく、ただ皆さんに来てもらったから始めてるんですけど、ね、本当は自己委員会の皆さんがもっと集まってるところに行って、こっちがいい。なんとかそういう方がいいのかもしれないし。実際はね。でも、ずっと知ってて、こういう流れも知ってらっしゃるのがお二人で、あと石井くんとかだから、まあ、その三人ぐらいに、え、たらいいかな。石井さんももうそれかな。もっと前で、あ、大丈夫だね。そうだね。石井さんは今、片手袋さっきから。そうだね。間違ったりとかやってるしね。うん。だから、まあ、その次その次の人っていうのもいらっしゃるかもしれないけど、まあ、今もずっとおつなげでいただいてるのがお二人なので、お二人を軸にね、あの、記録を作るとか、また、特技をやるとか、もうちょっとここに聞く人を呼ぶような形で開いた方がいいのか、それともこう、冊子みたいなのを作っていく方がいいのか、なんか、なんかね、形にはしたいなと思ってるんですよ。こうやってね、出会って座って喋れるっていうのはすごい、今日、手島さんも来ていただいたし、僕は記念撮影をしなくてはすごいぐらいですけど。じゃあ、記念撮影をしましょう。うんうん、いや、まあ、ずっと参加してくださるぐらいいるから、そういう方の話もね。何年前だろうな。そうですね。っていう。次やるならどんな話がいいとか。少しこの、収録でまとめてくれてる。あ、そうなんだ。うん、誰学校のことだと思ってから池田君が仕事でまとめてくれてる。そうだね。研究者がね、研究者でもあるけど、実践者でもあるから一緒に。そうだね。CDC だと作った
そのなんか資料をお貸しした人は、収納を書いたんですよね、うん、その原稿っていうのは。何人か今まで。何人か。うん。うん、何人か。うん、そうけど、うん、まあそうですね、うん。なかなか続いてずっとっていうね。吉、う、田、ん、さんは結構しばらくそうしてくれたけど。うん。収納を書いて終わったら収束するからね。そう、それで収束が。そうなんです。ね、なんか動きすぎてた人たち。うん、あ、私通り過ぎられなかった人たちがね、みんな卒業したけど、といる。なんでですかね。何が違う。すごい、すごい違う。すごい共通点。みんな終了制作とか終了点とか一打点にあったりとか、この辺終了制作でやってて、ね、今もいる。なんか共有するものがあるかもしれない。そうですね。そうですね。うん、なんか通り過ぎられない人たち。今出ないって言われてて。今も過ごせない。一度関わっちゃったら。すいません、広がるんですって。なかったとか。餃子ミンミン。ミンミンって言われてた。じゃあ、そうです。中華料理ミンミンとかですね。一枚、これだけ。そしたら集合写真、忘れぬうちに撮っていますか？集合写真を、どっかがあって、その芸能店の冊子を。あ、私撮りますよ。あ、じゃあ、入っていった方がよろしいですか？これでいいですか？はい、あ、はい、じゃあ、お願いいたします。はい、じゃあ、集まりましょう。どこにどうしましょう。入ります。全然入ります。あ、はい。大丈夫かな？お茶ぐらい。すげえ、中身こういうペンに。これでも、接写してもいいです。美しい平和の輪に子供の子でございます。ちょっとお待ちいただいていいですか？あ、お手洗い行ってください。まず行ってください。はい、大丈夫です。マスク取りましょう。もうちょっと、あ、広がらずに、石川さんもうちょっと、すいません。あ、そうですね。もし、その、なんて言うんでしょうね。あんまり、こう、高低差がつく。奥行きがあると、あれなんで、皆さん同じところに行ってもらえると、顔がぼやけちゃう可能性がある。すいません、これお願いしていいですか？もちろんです。あの、他の方、ここに、ちょっと両列して。はい。閉めれた。いいです。で、石川さんがあとちょっと。あ、マスク。はい、じゃあ撮ります。目つぶらないで頑張って。3、2、1。あ、ごめんなさい。もう1枚撮ります。フォーカスが、みかんに合っちゃう。みかん下げますか？はい、撮ります。3、2、1。1枚。はい、